千歳セステーションプラザは北海道千歳市にある複合商業施設。商業棟、ホテル棟、立体駐車場棟で構成している。北海道旅客鉄道千歳駅に連絡通路で直結しているほかバスターミナル機能を集約した交通結節点になっている。北海道空港が JR 千歳駅周辺整備事業のバス路線号の 再編や道路をまたぐ歩行者専用道路の建設と合わせた駅前再開発の目玉として建設した。2003年に着工し、同年11月22日に立体駐車場がオープンした。当初の施設名は北海道空港が一般公募した中からペウレ地とせに決まった。ペウレとは、 アイヌ語で、若いという意味があり、成長のシンボルとしての期待が込められていた。2004年4月1日に、商業棟がオープンし、千歳駅とは新設した2階改札口でつながった。また、同日には、バスターミナルも開設した。同年7月1日には、商業棟5階の医療モールが一部開業し、7月6日に、ホテル胸の ハイパーホテルチトセがオープンした。なお、2016年7月1日から、施設名をそれぞれ、チトセステーションプラザ、チトセステーションホテルと解消している。客室その他2004年4月1日開設。これに伴い、北海道中央バスが、市内本町2丁目に設置していた、チトセターミナルを廃止している。バス路線もを集約したことで乗降場を分離し、 道路を一方通行として、バスレーンにした。2016年10月1日のダイヤ改正に伴い、3番、乗り場が新千歳空港行きの専用バス停となり、千歳総合観光バス、道南バスが長都駅東口千歳駅、新千歳空港を結ぶイサムマイ空港線の運行を開始した。また、千歳市循環型コミュニティバスは、運行を終了した。千歳市は、 千と駅前広場の再整備を検討しており、バス、タクシー、自家用車のスペースを再配置して、複雑でわかりづらいと指摘されている歩行者の動線を見直すことにしている。かっこない数字は、ダイヤ改正前の乗り場番号。千と市内を走るバスは、上記の他に、市民病院発着、温水プール経由の循環バスも走っている。 北海道旅客鉄道千歳駅直結、北海道道258号早北千歳線沿いに位置している。千歳ステーションホテルに関するカテゴリー、ありがとうございます。